にちは、ナナです。今日は真っ赤なリップを塗ってみました。そんなことはいいよという声がたくさん聞こえてくるので、本題である世界大会の様子を動画にしたので、ぜひ見てください。どうぞ。皆さん、おはようございます。いよいよ、いよいよ本番の日を迎えました。昨日の夜はみんなで集まってミーティングとかをして、それぞれ思う、ね、気持ちがあって涙する子とかもいたし、絶対明日は何よりも楽しむっていうことと、会場の人にチビユニティが思っている思いを伝えることを一番に、明日は頑張ろうっていうミーティングをしました。今日もね、みんなこのチビユニティ共産ロンティーめっちゃ可愛い、後ろにもちょっと見えないんですけど、共産のされてる方々の企業さんの名前が入っているので、このねロンティーをみんなで着て本番を挑みたいと思います。今日のね朝のみんなの当日の様子をちょっと撮っていきたいと思います。レッツゴー。文太さん、本番の日を迎えました。どういうお気持ちですか？そうだね、まあみんながこう一緒に手をつないで最初にステージに出る瞬間を、はい、僕はすごく楽しみにしています。そちらの眉毛の近くの赤いものはどういったことでしょうか？チビユニティのテーマだね。ああ、なるほど。テーマ、ね、この眉頭の赤いレッドは今回のチビユニティのテーマだということですね。そうなんて書いてあるか読める？まあ、読めない。ちょっと私にはよくわかりません。昨日親切に書かれたんだけどね、はい、ラブ。わー、うん、ラブ、ラブ、うん、なるほど。漢字でね、はい、漢字でラブって書かれてる。なるほど、うん、この小さい点々にはラブと書いてあるらしいですね。よろしくね。はい、ありがとうございました。では頑張ってね。はい、ありがとうございます。失礼します。しっかり鼻噛んでから出た方がいい。あ、なるほど、はい、それだけかな。そうですね、はい、ありがとう。はい、ごめん。当日の朝を迎えられました。どういうお気持ちでしょうか？緊張です。楽しみです。緊張してる割には結構皆さん朝起きた顔という感じですけど大丈夫でしょうか？そのチビユニティ T シャツかわいい。どうしたの？声が出ない。お、ちょっと後ろよく。あ、なるほど。しました髪の毛もザバザリ。うん、協賛してくれた人たちがチビユニティのために作ってくれた。じゃあ本番頑張りましょう。バイバイ。本番だよ今日。ちょっとドキドキします。ドキドキしますか？初世界大会。そうです。頑張ろうね。頑張ります。お願いします。今日の朝ごはんは鶏そぼろ丼ですね。毎回恒例のいつも鶏そぼろ丼だよね。あの時もさ、俺がいない時もそうだったの。世界大会当日は絶対に鶏そぼろ丼、うん、なんだけどさなんだけどさ作ってくれました。楽しみ。
98.4. Put your hands together one time again for your back-to-back champion, Chibi! いかがだったでしょうか。本当に素敵な環境で私たちは踊らせていただくことができたし、チビコールがあった時にはもう私たちの今までやってきた活動とか思いとかが形として現れたんだなと思ったので本当に嬉しかったし、結果発表の時も1位はの後にチビチビっていうまたチビコールが観客の皆さんがしてくれて、本当にみんなそこでもうぶわーって涙が溢れて無事優勝することができました。アメリカでの世界大会の環境を私は見てきて、やっぱりライバルだけどもライバル意識が強すぎなくて、良かった作品とか良かった頑張りとかにはもう素直にグッドラックとかすごい良かったよっていう声掛けがすっごいたくさんあるので、とても楽しいし、そうやってみんなで楽しいダンスを分かち合えている環境がとっても素敵に思えて、本当に世界大会が大好きだし、この素晴らしい環境を帰ってきてからたくさんの人に知ってもらいたいなと思いました。最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひ次も気になると思った方はいいね、チャンネル登録、評価、インスタグラムフォローよろしくお願いします。バイバイ。